杉並区立松慶中学校は東京都杉並区小木久保2丁目にある公立中学校。敷地内に高齢者在宅サービスセンター、小経ふれあいの家がある。平成20年に読書活動文部科学大臣表彰に表彰されるなど読書に活発な学校である。学区域の平均世帯年収は杉並区で5番目で教育熱心な家庭が多い。 出身小学校は、西田小学校6割、桃井第二小学校3割、高江戸小学校1割である。やはり、隣にある西田小学校が多数派を占める。逆に、高江戸小学校は、高江戸中学校に行く子が多いため、少数派になってしまう。また、中学受験も盛んであるため、3割ぐらいが私立中学に進むと言われている。 教育目標平成22年度より変更された。月1回、専門委員会、各委員長が集まる、中央委員会、活動内容の報告などを行う、生徒集会が行われる。毎年9月に、生徒会選挙が行われ、毎年秋に、生徒総会が行われる。任期は、生徒会役委員会が1年、特別委員会がその行事が終了するまで、その他が半年である。 特別委員会は、その行事に必要な時期に行われる。校舎建て替えによって活動できない部活や、人数の減少により、廃部になる部活があったが、2010年度から徐々に回復しつつある。ありがとうございます。